こんにちは、リリーです。さて今日なんですけれども、お誕生日の日の Vlog をお送りしようと思います。よろしければ最後までご覧ください。ということで、なんと手帳系チャンネルなのにめっちゃ焼肉なんですけど、そう、私ね、お誕生日の日に人生で初めてやることをやってみたくて、一人焼肉にやってまいりました。めっちゃ縦画面で申し訳ないんですが、ちょっとこんな感じでね、お肉を焼いております。初めてのね、一人焼肉。さあ早速大炎上でございます。もう肉が燃えまして、あのね、いつもね、大体お友達とか家族と行くと、お友達や家族が焼いてくれるので、私、この燃え盛る肉に立ち向かうことがなくて、なので、お誕生日の日にね、この燃え盛る肉にね、立ち向かいながらね、美味しくいただいておりました。いや、でも慣れてくると意外と、燃えててもなんとかね、なりました。ということで、なんか、早速場面が変わるんですけど、これはね、ちょっと焼肉が終わって、まあ、紅茶でも飲むかということでね、紅茶を優雅に飲んでいる私です。ああ、よかったよかった。やっとね、手帳も出てきまして、今日なんですけれども、手帳系チャンネルということで、カフェタイムをね、お送りしていこうと思っております。こちらいつもね、カフェで手帳を書くときには必ず持って行っています。そしてね、このね、ブルーの、このリフィル、これにもいろいろとね、思ったことをつらつらっと書いていっております。そして、こちらに書いていっていたことなんですけれども、こちらね、1000人を達成したということで、今後の目標は何かありますか?というコメントを、視聴者様からいただきまして、それでね、考えていたんですよ。なんか私ね、この1年間っていうのは、本当にチャンネル登録者様1000人に向かって、もうとにかく突っ走ってきた。そこを、まあ、言ったらね、ゴールみたいな感じで頑張ってきたんですね。でも、それを達成した今、目標って一体何なんだろうということを、ここに書きながら考えておりました。それで、なんか、この時はね、やっぱり、目標達成できたっていうことで、すごく気持ちがね、ほーっとなっていて、まあ、気が抜けた状態ですよね。炭酸のないコーラのような状態になっていまして、それで、なんかね、書いてあることを読むと、今後の目標は、2000人?収益で手帳を買う?正直今は、今応援してくれている方たちと楽しめたら、という気持ちで書いてあります。そう。でね、まあ、チャンネル登録者様1000人を達成してから、もう10日ぐらい?今ね、この音声を撮っている時点で経っているんですけど、そうですね、どうなんだろう、目標かって思って。でも、なんか人によるとは思うんですよ。その1000人っていう目標を達成したから、もう、あとはもうなんか、その数字とかにとらわれず、自由に楽しくやっていこうっていう人もいれば、やっぱりこう、目標があった方が燃えるというか、やる気になれるなっていう人がいると思って、私は今どっちなんだろうって考えたら、まあ、今心の中にあることをそのまま言うと、2000人、やっぱ行きたいなっていう気持ちですね。2000人っていう目標を掲げてやっていこうと思いました。よし、頑張るぞということでね、これからも応援よろしくお願いいたします。頑張ります。そして、日が変わりまして翌日の早朝です。なんか朝の日差しって感じですね、このライティング。ということでおはようございます。これはね、前日に買ってきた自分への誕生日プレゼント。これね、ムレスナティ。でしたっけ?ムスレナティ、ムレスナティですね。オリエンタルバカンスということで、ジャスミンの香りをベースに、ストロベリーの香りをうまく合わせたという紅茶を買ってきました。このね、私ね、ムレスナティさんね、すごい好きで、今はね、ブルービードロっていう、普通のなんかジャスミンティーみたいなのを飲んでるんですけど、もうすぐなくなりそうだったので、次はこちらを買ってきました。それから、ロフトでね、文房具も少し買ったんですけど、こちらね、手帳につけようと思って、インデックスブックマーカーを買ってきました。これがマンスリー。そして、トゥデイということで書かれているんですけれども、結構ね、いろんなリフィルを挟んでるので、このマンスリーと、あとね、デイリーというか、まあ私は週刊のページに挟んでいるんですけど、こういうのをね、挟んでおくとすぐに開けていいかなと思ったので、前から気になっていたというのもあったのでね、買ってきました。そして、こちら、トゥードゥーリストの付箋を買いました。こちらね、この間、
投稿した動画でも出てきたと思うんですけど、このうさぎさんが可愛くてね、ついつい買ってしまいましたが、今のところめっちゃほんまいい感じに使えていて、朝こちらのヌメページを開いてペリッとめくって、その日のやりたいなっていうことを書いていくっていう風にすごく楽しく使えています。そしてこちらは愛のエネルギー家事ということでね、今読んでいる本です。これもね、なんかちょっとずつなんかいろんなことが書いてあるっていう感じなので、私ね今朝5分間読書をやっているんですけど、正直ね5分ってめっちゃ短くないって思うじゃないですか。でもねちょうどいいんですよ。まず5分間読書すごいおすすめです。そして場面が切り替わりまして、あ、これはねこのヌメテージさんにこちらをねセットしていこうという流れです。でこれねすごいんですよ。これ上の部分が切り離せるようになっています。でこういう感じでビリッとすると、この付箋の台紙がブック型になってくれます。ということで、このね煽りポケットの部分あると思うんですけど、ここに表紙をサクッと差し込むとこんな感じで一緒に持ち歩くことができます。すごい収まりも良くてね、すごい気に入りました。それからこちらね、インデックスクリップをつけていきたいと思います。はい、じゃあまずはねマンスリーです。このねインデックスクリップつけてないとちょっとやっぱり探し回らなくちゃいけないというか、今月はどこだってなっちゃうんですが、これをつけることによってね、すごく開きやすくなりました。ただ一個注意点があるとすると、結構ホールド力が強くて、これね挟む時もちょっとえいっていう感じ、そうちょっとグっていう感じにつけないといけないっていうのと、やっぱりねホールド力が強いので紙にどうしても跡がつきます。それでそれがね気になるっていう人もちょっといるかなと思うので、私はあんまり気にしないタイプなのでいいんですけど、紙をもうとにかく綺麗な状態に保っておきたいっていう人はそこがね要注意かなと思いました。そしてこれはねトゥデイと書いてありますが、私は習慣のリフィルにつけていきます。でこれもねちょっとグッとやってます。まあただねホールド力があるということはその分抜けにくかったりとかするので、今のところ使っていてなんかグラグラするとか勝手に落ちちゃうみたいなこともなくね、快適に使えています。それでやっぱりこれはね紙1枚を挟むっていうことで作られていると思うのでね、薄い紙を1枚挟んでも抜けにくいっていうところがすごく良かったです。ということでこんな感じ、上から見てもね可愛くできました。でもちょっとこれあれやね、ちいかわちゃんに被ってるなということでちょっとずらそうかなとしています。はい、ちょっとずらしてつけてみました。まあそれでも多少ねちいかわちゃんには被っていますが、まあ可愛いから OK かなということで満足しました。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。ほなまたね、バイバーイ。